一輪車のトライアルっていうのは岩場であったりとか、あの人工的に作られたセクションと呼ばれるものがあって、そこをまあ足をつかずにクリアして、でそのクリアできたセクションの数でポイントを競う競技です。中学校の3年の時に動画サイトでヨーロッパの人たちが一輪車のトライアルの競技をやってて、それで始めました。すごいやってて面白いんだけど、日本で競技人口が少ないからっていう理由で大会がないんで、そういうのはすごい悲しいんで、もっともっといろんな人に広めていきたいっていう思いもあります。何かしらの形で知ってもらいたいです。